印象で、うん、やっぱりディフェンシブ相手の動きにこう DJ を使って対応していく、面白いその DJ のね火力をしっかり出すっていうプレイスタイルですね。ね、えさあ見ていきましょう、運命の大将戦、名古屋王者ボディースターアキラキャミー対するはシノビズムゲーミング山内 DJ、 いってみましょう。お願いします。さあここは交錯したがローリングソバット当たっている、しかし一つアキラが前に出るか、こっ中止ラッシュ、それからストライク、そしてすぐさま投げ、得意の速い展開に持ち込めるか、インパクト、おお、なるほど、いい距離からのインパクトになった。いやこれね、ストライク警戒させて、ボッシャがさせてインパクト打ちに行ったんですよね。ここは技ありです今の、うん、さあアキラのうまく上を意識させてのインパクト、やっぱ DJ 側としては、うん、このキャノンストライクに対して対応しようとするとこのしゃがみがちになるというか、はい、足を止めて、そう溜めておいた方がいいんで、うん、そこのその意識配分の、ま、隙をついたインパクト、わずかな心の隙間を、あとこれはリバーサルに対して押し置きは山口、中距離から上、立った瞬間にジャンプした、そうですね、さあここで潰す画面端、また近づいたぞ、アキラに3ゲージ、上に飛びた、綺麗に入った、使って回復、デルタレッドアサルト、かなりのダメージではあるが、さあまだ終わらない、しかしアキラ優勢の流れで画面端、山内はどうする、ソバット一つ、山内もゲージがねもうたまりそう、あーいらっしゃ、横から来た、綺麗に決めていく、アキラキャミー好発進、自ら手を叩いて流れに乗れるか、 1-0 スタート、勝利条件は3試合選手、この大将戦、さあ山口としてはアキラを乗せてはいけない、ノーマル回なのが大事、来たぞ、あの目が入る、うお、前に出るか、おお、ジャストしている、いやちょい歩き、後ろ投げ、ね、いいですねこれ、確かに入れ替えるより、うん、反撃しっかりドクソルを捉えている、さあ山口にドライブが回復する前に行きたいが、ここはうまくしのいだ、打つ、何でもやると言っていた、スマッシュは、さあしかも内野通っている、体力は追いついてきた、投げ、もう一丁からの3つ目、もう一丁、まだやりそう、よく成功、この後からの上だ、いやー、ここは誘っている、この前ジャンプは技ありですよ、読み合い強し、アキラキャミいい形でこのラウンドも取っていった、確かに相手を画面端に追い詰めた時にキャミが無敵技のオーディースパイクで暴れてしまうと入れ替わっちゃうんで、うん、踏まえての SA1 って感じでしたね、玉抜けも見せてここまでは万全、さあ、さすがに山口もここは使っていた SS3、 さあ、なんとか山口としては1ラウンドですよね、ですね、落ち着きたい、勢いを止めていきたいが、ここは動き見てから打っていったか、ドライブゲージの差がありましたね、許さず、おさあこれはいけるか、山口、綺麗にラッシュからコンボをつないでいた、うん、山口得意のというか、相手に技を打たせて差し返しの形でラッシュを通していくという動きができましたね、ラッシュさもありますよね、うん、あの動き、これだ、しゃがんで溜めておけば釣りに行く、手間打ち、さあダメ打ちになる、これ3ゲージあるんで、もや投げが匂うが上、ここは見ている、これミキサルになるんじゃないか、うしゃー、さあ最終奥義きた、マジかよ、オーディーアクセル、電光石火アクセルベタ踏み、絶対に勝ちたいときに使うやつ、これがね、ここ一回負け筋になってる試合もあったんで、はい、それでも頼りましたね、頼りましたね、はい、何でもやる、さあここでインターバルとなりましたか、星は2対0アキラ主勢に回ってるというか山内の方が劣勢なんで、はい、チャンスに対しては無敵技をむしろ果敢に打っていくってパターンもね、アキラは打っていくところで当てていってますからね、さあ勢い流れはアキラにあり、今日だけはブレーキは捨て去った、そこ中足ラッシュから前に出る、いい方向いってるな、うん、するこれは飛び際に当たったか、すぐさま差し返す、うまい差し返す、この動きだが、この動き刻んでまた目は密着、さあ山口押し返せるか、キレキレだぞこのキャミー、アクセルスピン、ちょっ止めている、うまい、綺麗に止めている、完璧だ、さあ投げ込んで両者の SA は一つずつ
ここから来た投げ画面打ちさあ、チャンスだ。うわー、読み勝った。通している入れ替えて危ないか。さあ、ここは山口通していた、うん、右は2つ残らず完璧。グレイティストバット、いや、かなり厳しい状況ですけど、山口は本当に気合でしのいでいると言っていい。そうですね、まあ、こういったところでもやはり崩れないのは桃地譲りといいますか、非常に頼りになるプレイヤー。ここ失発、ここ下がっていた、うん、これくる圧はかなりあると。いや完璧。いや、それでも山内が対応し始めた。まだやるのか。確かにここは3本使って、重ねは許さない。 SS3 回しながら自分のドライブゲージも回復してっていう理想的な打ち方ですね。当てから前に出るが、そこは返している山内。ラッシュは絶対止めるマン。さあ、なんというところ、うん、あっと、ここも急ブレーキを踏んで、なんとかガード。山口この表情、山口としてはちょっと多分おそらくミスですね。しゃがみ中パンチから、まあ、ラッシュ ないしは SA 系でっていうところで、おそらく勝ちになってしまったみたいな対応が徐々にできてきているような展開になってます。意識をうまく分散させて、横も上も止めてみせるという形で試合を取った。さあ、流れは変わるか。アキラ対山内2対1。リーチはかかっているが、うわー、外にいた。ネパン届いている。さすがうまい。痛いぞですね。8秒間の人も遠かったんで、すぐラッシュに行ってっていう。クラストライク、やはりまだ。うわーっと、ジョスクールからのファンキースライス、綺麗に刺ったが危ないぞ。これは深いか。うわー、マジか。しっかりジャストバリカラッ ト, ラップ。うわー、サイレント、というトラップ。なんでもやる、アキラサイレント炸裂。ここ一番で出たセットプレー。いや、これも引き出し開けまくりじゃないですか、はい、何でもいい。生き残るためには出し惜しみはなしか。全部使ってる。リーチはかかった。アキラキャミ走り切れるか。やった、早めに打ったが。そうですね、さあ山内は冷静だった。なるほど、ゲージを回していきますね。センライト、ミスが出ている。プレッシャーかかってますね。山口にもプレッシャー。うわー、よくなってるが、シューサーキット落とす、ね、連続バーじゃなかったんで。いけ、まだアキラはやる気だぞ。危ないぞ、手追いのこのキャミー。なんとか止めた、うん、さあ、ただ SA ゲージ状況はアキラですね。これは攻めそうして理想差はある。溜まっています。いや、ただ打撃、うわ、ラッシュが止まっていた。打ってきた、よく見ている。なんということだ、高速ドライブに対して高速で切り返した。ロックオンしてたか。これを上残で横から来る、プレッシャーをかける。バックジャンプ、落としている、落としているからのサイレント、よく止めた。さあ山内はなんとか切り返していきたいところ。ここは横から、うん、SAGでも2本。そうですね、体力をリードしている。バウンドしたぞ、危ないぞ。こちらどうする、アツルスピンから。足も高い、投げに来た。いや、この SA との画面端が近づくの危ない。インパクトと SA の駆け引きですね。打つのか、あっからうわー、どうなる。うわ、崩して入れない系からのスピードライブスマッシャー。ここで SA まで命の灯火、渡り切ってみせたアキラ。なんということだ。マジっすか。